皆さんこんにちは、おかじです。まだウイルスの影響で皆さん大変だと思いますが、日本では4月といえば入学や入社の時期です。その時に必要不可欠なのが自己紹介ですね。教科書に書いてある自己紹介の日本語って実際には使われない言葉も多いので、今日は日本人らしい自己紹介を皆さんにお届けします。自己紹介はシーンや相手に合わせて使い分ける必要があるので、よく使うシーンに分けて紹介します。自分の必要なシーンに合わせて使ってください。自己紹介を使うシーンは主に次の4つです。それぞれ話す内容や言葉遣いが変わるので注意してみてください。 1. 一人から数人の同格に対して。 2. 一人から数人の目上に対して。 3. 大勢の人に対して。カジュアルシーン。 4. 大勢の人に対して。フォーマルシーン。では順番に見ていきましょう。おう、ジェイ、久しぶり。おう、久しぶり。ジェイの友達？そうそう、中学の同級生。へえ、そうなんだ。どうも、おかじです。よろしく。自分のクラスメイトの友達など、同い年、または年下と分かっている場合、このような自己紹介を使います。ここでのどうもは軽い挨拶を表します。この時の自己紹介のポイントは短く済ませることです。普通はわざわざ年齢や出身などは言いません。聞かれたら答えればいいです。おかこ、お弁当を忘れていたぞ。わざわざありがとう。こちら、私のお父さん。はじめまして、おかじと申します。よろしくお願いいたします。1の自己紹介を敬語にした形ですね。目上や年齢がわからない相手にはこのように言います。ここでも名前と挨拶くらいで OK です。ただし、どうもは軽い挨拶なので目上に対しては適していません。はじめましてやこんにちはなどを代わりに使いましょう。はじめまして、おかじと申します。出身は日本の神戸です。5人家族で弟が2人います。趣味は水泳です。将来の夢は泳いで南極に行くことです。どうぞよろしくお願いします。これはクラスのみんなに対してする自己紹介などカジュアルなシーンで大勢の人に向かって行う場合ですね。ここでは名前だけでなく出身や趣味などについても話しましょう。教科書にあるような私の名前は〇〇ですや〇〇から来ましたという表現は日本人は使わないので注意。カジュアルなシーンなので冗談を言って面白くするのもおすすめです。はじめまして、おかじと申します。出身は日本の神戸で年齢は24歳です。趣味は体を動かすことで特に水泳が大好きです。まだまだわからないことが多いですが、少しでも早く戦力になれるよう一生懸命頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。フォーマルなシーン、例えば入社時の自己紹介などはこのように言うといいです。自分の情報は半分くらいにして、残りは心構えとか目標を話すといいですね。ちょっと難しい表現を使いますが、
頑張って覚えましょう。いかがだったでしょうか。自己紹介はどんな人でも必要な場面があると思うので、ぜひ参考にしてください。ポイントは短く話すこと。また一人称はすべて省略しましょう。その方が日本人らしいです。もっともっと例文や解説が欲しい方は、説明欄とコメント欄にある URL から僕たちのウェブサイトをチェックしてください。大量の例文を用意しておくので、気に入った文があればコピーして使ってください。では今日はここまで。もし動画が面白いと思ったら、ぜひいいねとチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画で会いましょう。またね。